ヤギ町は、秋国佐藤軍ヤギにあった、日本の城。上級三年の上級の乱で活躍した、香川行刑は法将として、秋国ヤギを与えられ、その後、香川影光が、秋国に移住して、ヤギ城を築城したと言われる。影光が築城以来、安慶、清慶、行慶、遠景、影春、影信、死刑、片慶、吉慶,慶、行慶、元影、 後継まで13代子孫代々居城。香川氏は、秋守護であった武田氏の重鎮として活躍した。しかし、永正14年の有田中尉での戦いにおいて、秋武田氏当主、武田元重やその参加の熊谷氏当主、熊谷玄直が、毛利元成と、宮城経由率いる毛利吉川連合軍に、敗北し打ち死に。 時の香川市当主香川行慶は、主の仇を打てないのは無念とし、廃山の兵をまとめ、小石道と共に突撃し打ち死にした。元茂る死後の秋武田氏は、内部の混乱が続き、重臣同士の争いが頻発するようになった。八木城も、その混乱に巻き込まれ、同じく、武田氏重臣であった品川佐京介の攻撃を受けている。香川後慶らは、毛利元成に従い、 八木城はその居城として栄えたが、慶長5年の関ヶ原の戦いの敗北の結果、毛利氏の傍聴違法に従って、敗城となった。八木城は、大田川の西岸にある飛行55メートルの丘陵上に築城された。城山の北部と西部は、現在住宅地となっており、その車の全容は不明である。現状では、山頂各軍のほか三角軍が確認されている。 城跡には、香川市の祖である、鎌倉影政を祀る剣五郎神社がある。この剣五郎神社は、聖徳2年に、香川家継が、京都より訪れ修復された。江戸時代末期の岩国藩の重臣であった、香川家明も毎年5月5日の祭礼には、必ず代理の家臣を出席させていた。城跡の西祖には、土井の地名が残っており、この周辺に、 館があったと思われる。その付近には、香川市の墓所と伝える場所も残っている。対岸には、えげ山城、地蔵堂山城、遠くには、熊谷市の本拠である山入高松城がある。ありがとうございます。